こちらの商品はですね、八角形、末広がり、昔から吉祥ですよね。そして描かれた鶴と亀で長寿、蓬莱山でより高く、おめでたさが形、蒔絵、両方から表現されている小箱になります。こんにちは、平安堂の山田です。今日もご視聴ありがとうございます。一度ですね、輪島の商品を年に一遍買い付けるという動画を紹介したと思うんですけれど、そこで買い付けた商品の一つが、こちらに届きました。今日はこちらをより詳しくご説明していきたいなと思いますので、お楽しみください。早速開封したいと思います。でもう少し前に入荷してたんですけれど、箱書きちょっと遅くなってしまって、これはちゃんと平安堂の執行の先生も書いてくれてます。これね、輪島の作家物っていう位置づけなので、作家さんの略歴が、こちらが今回ご説明する八角箱ですね。八角の小箱。でまず特徴的なのは鶴、これを卵殻って言いまして、卵の殻、これはうずらの卵の殻を使ってるんですけれど、漆は白の表現が苦手なんです。どうしても綺麗な白が出せない。それはなぜかというと、そもそも漆にこう漆の木の樹液の色があるんで、白に持っていくためには白い顔料を相当入れなきゃいけないと。であんまり白い顔料をたくさん入れると漆が弱くなってしまうので、ベージュ色までしか出せないんですよね。だから後でこれよりの動画で見ていただけたらわかるんですけれど、鶴の下に書いてあるものは白漆、まあベージュの漆で書いて、その上に卵の殻を漆を接着剤にしてこう綺麗に敷き詰めて白を表現する。昔から漆器は白の表現が卵の殻を使うと、卵殻っていう技法です。あとは螺鈿ですよね。貝細工、貝の裏側のあのキラキラしたところを、まあ、綺麗に敷き詰めて、この空というか宇宙観というかね、この表現をしています。で実際開けてみると、これがまた立派なんですよね。蓬莱山、中国の有名な意匠になるんですけれど、これはより高くっていう表現みたいですね。より高く。そしてこっちに書いてあるのが亀、こっちは鶴ですが、鶴と亀、これは長寿、長寿を表しますんで、より高くより長く、そういうテーマで描かれた蒔絵になります。内側は、まあ、何度も紹介している相馬七字、金粉を敷き詰めて研ぎ出して、漆の中に金粉が沈んでるように見える技法。そしてこの山に書かれている切り金ですね。これは金属、漆器の表現はだいたい金粉を使うことが多いんですね。漆で絵を描いて、その上に金粉を巻いていく。そうするとこう単調になるんですよ、表現が。金粉だけだと。なので変化として切り金って言いまして、金の板。金の板を多くは正方形に切ることが多いんですけれど、正方形に切って、綺麗に貼っていくと。そうすると同じ金でも板の表現と粉末の表現、そして粉末も上に来てる粉末と漆の中にある粉末、それによってこう複雑な表現をしていくと。で今回はこの山のへりをまた綺麗に螺鈿、さっき言った貝細工で縁取ることによって、かなり複雑な技法をたくさん盛り込んで表現している蒔絵になります。裏も綺麗な流水紋。この線はフナネズミの毛で、脇の毛で作られていると。それが、こう、蒔絵の描く筆の質としては最高級とされていて、しかも今もうフナネズミっていうのがいないんですよね。昔要するに船に住み着いてたネズミ。なんか脇の下が一番擦れてなくて、素晴らしい毛だとされてるんですけど、ですからもうフナネズミの脇の毛から作られた筆っていうのは、この世に存在しているものしかなくて、で書いた毛が消耗していくんで、いずれなくなる筆として、もううちで一番の作家ももうそれが最後になるって聞いた時に、10本ぐらい買ったのかな、
もうこれで僕の人生はこの筆で書き切れるっつって全部買ってましたけど、まあ何が違うのか私も職人じゃないんでね、正確にはわからないんですけれど、もちろん細い線が力強く伸びやかに書けると。普通の筆だとこの細さで書くことはできるんですけれど、途中で何度も継いでいかないといけないんだと思うんです。それを船ネズミの筆だと相当のところまで一気に持っていける。そうするとやっぱり絵としての躍動感、見えないこう力強さ、そういうのが表現できると。そういった意味でそういういい筆っていうのは貴重だけど、だんだんそういうものがなくなってきて、同じように見えるけれどやっぱりわずかにちょっと昔に届かないと、そういうことが今後はやっぱり出てきちゃうんじゃないかなと言われてます。まあ、もちろんそれをね、また職人の工夫、道具を作ってくれる職人さんの工夫で乗り越えられることはあると思うんですけれど、現時点ではやはりそれに代わる筆っていうのがまあ出てきてないんで、それがなくなるまではいいですけれど、今後はどうしていくのかっていう問題はこれから発生してくると思います。まあ、線の細さ、まあ、これすごい綺麗な流水紋ですけれど、やはり超絶技巧をどこで見てほしいかっていうと、亀のこの尻尾ですね、毛の部分、この細い線、これ毛打ちって言ってね、もう毛のように細く線を引っ張っていくと描くっていうことなんですけれど、ここがやっぱりこの細かさが漆じゃなきゃ表現できないと、そういう技法になっていると思います。漆っていうのはこう粘り気が非常に強い塗料なんで、他の塗料で描くと垂れちゃうんですよね、細い線だけど、漆だと垂れないんで、その細い線がちゃんと独立したまま残ってくれると。そんなのはここら辺から汲み取っていただけるし、まあ、同じように漆は粘り気が強いから立体感を表現しやすいと。だから本当にわずかな厚みですけど、わずかな厚みで結構グッとくる立体感が表現できると。それがこの八角箱の蒔絵の特徴になります。これはね、何か実用的にどうこうっていう箱ではなくて、まあ、基本的には飾って蒔絵を楽しむ、そういう蒔絵の表現のキャンパスに八角形の箱が選ばれてるという感覚でいいと思うんですけれど、もちろん使っていただいて、蒔絵っていうのは皆さんが思うより丈夫ですから、何か入れていただいてもいいと思います。こちらの商品はですね、八角形、末広がりっていうことから、まあ昔から吉祥ですよね、八角形を。そして描かれた鶴と亀で長寿、そして蓬莱山でより高く、ですからおめでたさが形、蒔絵両方から表現されている小箱になります。でこれを買い付けるときですね、いつもだいたい全部私がセレクトして、平安堂セレクトしてご紹介してたんですけれど、今回はですね、幅広い意見を聞こうということで、スタッフにもいろいろ意見を聞いて、スタッフそして岡垣さん、これをぜひ平安堂に飾ってほしいということがあって、最後後押しされたんですけれど、やっぱり私がこの箱で一番気に入ってるのは、例えばこう手抜きのないね、この裏側の流水紋の蒔絵、こういうのはやっぱりこうグッとくるんですよね。こう見えないとこなんでね、横だけ描いとけばいいけれど、この職人さんはしっかり、もうこれは要するにこれ全部で一つの作品にしてるわけですよ。こういうとこで手は抜かないと。そういうのはこう、まあ、我々だから伝わることなのかもしれないですけれど、惹かれるし、あと、まあ、蒔絵はね、私いろいろ見てるし好きな蒔絵っていうのもいっぱいあるんですけれど、やっぱこの鶴の乱角、やっぱり丁寧に細かくしっかり作り込んでいると、この鶴なんかはやっぱり見どころあるんじゃないかなと思いますので、こちらですね、代官山の本店か銀座6のお店、ちょっとどちらに飾るかまだ決まってないんですけれど、どちらかの店舗に近々並びますし、もちろん販売もするんですけれど、見ていただくだけでも面白いですので、足を運んでいただければと思います。今日はご視聴ありがとうございました。